おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあこの時期ですね、どうしてもクリスマスの動画とかね、クリスマスのテレビ番組とか、クリスマスの記事ってのをよく目にすると思うんですよ。いやー、クリスマスだなと思っていてはダメなんですよ。ビジネスをしようとする人とかね、まあ私の動画見てる人ってお金に興味がある人、お金を稼ぎたいと思ってる人だと思うんですけども、この時期にですね、あ、クリスマスの情報って結構流れてるなと思うんじゃなくて、クリスマスの情報を流す側に行かないといけないんですよ。ね、トレンドってありますけども、多くの人が求めているものが集まるとトレンド、流行りが生まれてきますけども、その流行りをね、発信していく側に行かないとアクセスって集まらないし、収入にならないわけなんですよ。ですのでこの時期ですね、アフィリエイトをしている方とか、情報商材を販売している方とか、その他ですね、全てのビジネスをしている方ってクリスマスっていうタグを入れながらクリスマスのメッセージを送ってるわけなんですよね。ですからこの感覚がないと、バレンタインデーにはバレンタインデーの発信とかね、年末年始にはやっぱりお正月の発信とか、誕生日には誕生日の発信というふうにして、世の中の動きに合わせて、ニーズに合わせていくのが情報発信者なわけなんですよね。でも情報発信をする上で自分のことを発信しているっていうのも、これは大事なんですけども、自分のことに興味を持ってくださる方が一定数いたらこれは有効なんですが、一番最初はですね、まだ自分が人気がないわけですから、世の中のトレンドに合わせて情報を発信することになるんですよね。まあですので、昨日とかね、なんか私結構ね、その速稼塾っていう塾を運営していながら思うんですけども、塾生でクリスマスの動画を発信している方が極端に少ないなと思うわけなんですよね。うん、まあでもこれから年末年始も始まりますんで、例えばね、連休のこととか渋滞情報とか、年末年始の天気のこととかね、こういったことから入っていってビジネスの紹介っていう流れが作れると、まあなかなかいけてるんではないかなと思いますね。特に来年はですね、2020年、かなり節約っていうのがブームになると思います。いろんなものを削減していく。でももう節約するところないじゃないですか。大きく節約しようと思ったら、実はですね、携帯電話ってものがあるんですよ。携帯電話の料金ってのは相変わらずビッグ3のキャリアで払っていて、今度ね、楽天ってのが参加してくるんですけど、いまいち楽天の携帯電話ってのもいまいちなんですよね。まあその中で、この3つの選択肢を4つにするために楽天を選ぶのか。いや、そうではなくてね、このセカンドキャリアっていうね、まあ概念っていうのかな。要するに格安 SIM っていうのとか、格安携帯電話って出てくるわけですよ。これがですね、だいたい4000とか5000の基本料金で持てるわけなんで、まあランニングコストが毎月ね。だからこれね、多くの方が3割から4割の携帯電話の料金を、まあ、このヘッジできるのかなと思うわけですよね。こういった情報を流してあげるとかね、これをやっぱり2020年に向けてするべきなのかなと思うんですよ。例えばクリスマスプレゼントをワンランクアップさせるために、毎月の携帯電話代金をちょっと安くしませんかとかね。この携帯電話ってのは電気、水道、ガス、携帯電話ぐらいにも生活に普及してました。で、私が思うところ、私が高校生とかね、大学に行ってる頃って、携帯電話の料金なんて誰も払ってなかったんですよ。もうそもそも携帯電話がなかったわけですから。でもその時でも生活費を切り詰めなくちゃって言ってるわけですよね。なのにですよ、携帯電話の料金が1万円とか、人によっては2万円ドンと乗ってきてるのに、でも食費を削ったりとかね、クリスマスのプレゼントを削ったりとかしてるわけですよ。ちょっと本末転倒なのかなと思うわけなんですよ。ですんで来年はですね、この携帯電話ってものにフォーカスして、どうやって携帯電話の料金を安全に低価格にするのかっていうメッセージを私の方もね、どんどん発信していこうと思います。まあとりあえず私も使ってみてですね、本当に、自分の携帯電話料金が安くなって、電波の質も悪くなくて、動画配信もこういう風にね、いつも通りできれば、もうほとんどの方にはその携帯電話が有効だってことが分かると思うんですよ。何社か試しながら、まあ一社に絞り込んで、来年はここ行きましょうみたいなね、そういう発信をしていこうかと思います。じゃあ皆さんもね、いろんな節約のネタとか、お金をね、稼ぐネタとかってあると思いますけども、一番最初はね、お金を稼ぐのは難しいんで、節約から始めましょうっていうね、そういうテーマで今回もお届けしていこうかと思います。それでは失礼します。